はい、おはようございます。吉谷さん。今回もメッセージありがとうございます。今回のテーマは受信力ということでいただきましたけども、その前に成功の定義についてお話しいただきましたね。で、今回の億万長者合宿もまさにですね、成功の定義っていうのを決めないところに到達はないということをお届けしようかと思っているんですが、やっぱりね、成功の定義を一人一人聞いてみて、やっぱり曖昧だなというところがあります。前回成功の定義で私が印象に残ってるのは、マイバッハを買うっていう方がいらっしゃいましたね。まあそれはそれで一つの成功の定義だと思います。マイバッハってものが手に入れれば、どのぐらい借金があってもいいのか、どんな暮らしになっちゃってもいいのか、他のことはめちゃくちゃでもいいのか、でもマイバッハを手に入れることがその方の成功ならば、マイバッハを手に入れてそこで完了ということになりますよね。私もそうなんですけども、高い車、マイバッハって、ベンツの高級車なんですけどもね、私の場合はトランザムってものを一日でも自分の人生に手に入れればそれでいいかなというところもありましたんで、あと失うことを全然恐れないわけですよね。そういうふうにしてですね、自分の欲望を叶えていくことをどんどん繰り返していくっていうことも成功の一つだと思いますけども、今回はですね、吉谷さんはパソコン1台でやっぱり生きていくっていうんですかね、そういうふうな明確な成功の定義をいただきましたね。これはだからパソコン1台で生きていくっていうからには、スマホになりましたけども、これからの人生もそういったデバイス1個でね、全てを解決していくっていうことにつながるのかなと思います。この成功を求めてる方って結構いるんじゃないかなと思うんですよ。で、同じように吉谷さんのところに集まることによって、スマホ1台で生きていくってことを自分の成功の定義と決める方はいるとしたら、それは成功に近くなるんじゃないかなと思います。でもですね、フェラーリを買うとか、世界を飛び回るとか、南の島で暮らすとかっていう夢や目標とか成功の定義をお持ちの方は、吉谷さんのところに行ってもそんなに近くはないのかなと思いますよね。だから吉谷さんが南の島で暮らしてるわけではないですし、フェラーリを買ってるわけでもないですし、世界をね、縦横無尽に飛び回ってるわけでもないってことを考えると、成功の定義、自分の成功の定義を持った時に、自分の成功の定義と近い人を探していくことがいるのかなと思いますよね。だから定義が違ったら、成功の定義が違ったら、やっぱりトンチンカンの方向に向かっちゃうこともありますからね。で、いくら稼げてもね、車屋さんの例で言われてましたけども、いくら稼げても時間がなくなってしまうんだったら全く意味がないんですよ。で、資産を使う暇がないっていうかね。で、逆に私たちは稼げば稼ぐほど、時間もね、自由になっていくっていう風な正比例の直線を求めなくてはいけないんですよね。稼げば稼ぐほど時間は失われていくってことになると、時間単価が高くなるだけで、結局人生という時間を消耗してるのには変わりないと思うんですよ。ただですね、飲食店に勤めていて、飲食店や接客が好きで、それが重なってるということでしたら、それは自由な時間を生きてることだと思うんですよ。だから例えば収入とか、それからね、時間とか関係なく、いろんな条件関係なく、あなたは自由に決めるとしたら何がしたいですかって言ったら、接客がしたいです、人と触れ合っていきたいですっていうことでしたら、今時給800円とか900円で飲食店のアルバイトをされてる方も、自分の時間を自由に過ごしてることだと思うんですよね。で、飲食店はいつでも辞めることができますんで、ちょっと気が向かなくなったなとか、成功の定義変えたなと思ったらね、別に辞めて別の道目指すのもいいかと思うんですよ。だからとかくね、成功の定義って変更も別にあるわけですし、自由に決めていいわけなんですよ。誰かが決めた成功の定義をなぞることでもないですし、自分が、いわゆるね、決めた成功の定義があるようでしたら、それを手に入れる方法はあるのかなって考えております。ただですね、同じようなノウハウを使って同じような行動をしても結果が出にくいっていうのは、それはですね、一人一人の人格とか余剰時間とか、やっぱり投入できる資産の量が違うからなんですよね。例えば YouTube でこういうふうに毎日顔出しをして、ノー編集で取って出しをして、きちんと自分の収入を上げていくことができますよって言っても、同じような取って出しをしてね、ノー編集で動画を量産したからといって同じゴールにたどり着かないのは何でかっていうと、私はね、この声で、この顔で、この背景でやってるから、こういう結果が出てるよっていうことに近づけてはいるんだけども、重なることがないからだと思うんですよ。当然背景も違いますし、顔も違うし、声のトーンも違いますし、発信する内容も違うわけですよ。ですから形としては同じように見えても、同じ YouTube で撮って出しをしてるように見えても、同じ結果にはならないんですよね。逆に編集をしなければうまくいかない人もいるかもしれませんし、自分が出てたんじゃうまくいかないからタレントさんを使っていくってことにもなるかもしれませんし、私は顔出しをしてますけども、顔出しをしない方がうまくいく人もいるかもしれないんですよ。ただ私が何かね、YouTube で何かしたいんですって人に対して一番の実績を伴って伝えるとしたら、こういった普段のスタイルで自分の一番ね、興味のあるストレスのないことをお伝えするのがいいんじゃないかなっていう答えになってしまうんですよね。ただそうは言っても、でも自分はそううまくいったんだけども他の人に当てはまるかどうかはこれ分かりませんよと。だからいろいろ試していって自分なりのクリティカルヒットを探していくと。だから量が増えていくんですよってことになっちゃうんですよ。量産が目的ではないんですよ。仕方なく量産という手段を取るってことなんですよ。ここはね、忘れないでいただきたいかなと思います。そしてですね、今までのお話をまとめると、誰かの設定したルールの、レールの上を歩くっていうのは当然ですけども、自由とはちょっと遠い人生だと思います。でも、自分で自分がデザインした人生のレールの上を歩くとしたらどうでしょうか。そしてしかもそれはね、いつでも変更可能だよということですよね。他者が引いたレールっていうのは変更が不可能であることが多い、もしくはその他者を離れないといけないということになりますので、結構ね、難しいんではないかなと思います。好きなことをやっていくっていう毎日がね、あるといいかなと私は思いますけども、皆さんいかがでしょうか。そして受信力ということでね、今回はお題をいただきましたけども、私の受信力っていうのは3つに分かれています。それはですね、何を見るか、これが1つ目。次はね、どこから見るかということですね。そして3つ目が、どのように解釈するか。この3つがセットになって受信力というふうに考えております。これが私の受信力の定義ですよね。で、何を見るかっていうのは、これ非常に最初の入り口としては重要でですね、例えば最近 SNS で話題ですよねっていう方がこういうふうな前置きをされる方がいます。最近世間ではこういう話が有名ですけどっていう前提で話をされる方がいます。でもその方が見ている SNS のメンバーとその方が見ている世の中の常識っていうのはもう全然違うんですよ。なぜなら何を見るかが一人一人違うからなんですよね。そして世の中の多くの人は同じものを情報の発信源としてね、情報元として見てますんで、常識的にはこうだよねって前置きで通用する場合が多いんですよ。でも多くの方が芸能とかスポーツとかね、それからテレビメディアとか新聞とかネットのトップページで語られる常識ってものでいくら語ろうと、私はそういうところを全く見てないんでポカーンとしたわけなんですよ。ああ、そういうことが世の中で起きてるのかとしか思わないんですよね。だからその方の大多数の方の常識が私にはあまりピンとこないと言いますかね。私の常識ってのは私の人生で見えてくるものですから、言ってみれば私のね、家の庭とかね、飛んでくる鳥とかね、近所の公園とかね、こういったのが私の情報の大半になってくるわけなんですよ。だから社会で広く起きてることっていうのはどちらかというと私にとっては無関係で、唯一ね、関係がするのはドル円の相場ぐらいですよね。そうなってくると一人一人の常識とか何を受け取っているのか何を見るのかってところが全く変わってくるんで、当然ですけども次の受信力の要素になりますけども、どこから見るかってことも変わってくるんですよ。どこから見るか、一つの事象を見るときにでも多くの方は、例えばテレビで例えましょうか、テレビで発信されているものを見るんでどこから見るかってことができないんですよ。発信者の意図したものを見せられているものを見るしかないんですよね。でも私の場合は自分で選んだ情報源なんで、しかもそれは大多数の見てる情報源ではないんで、一つのね、情報に対して真正面から見る必要はないんですよ。自分の見たい方向から見ればいいんですよね。だからいろんな形に見えてきます。丸に見えたり、四角に見えたり、こんな形に見えたり、蓋を開けてみたりとか、こういうものが入っているように見えたりとかするわけなんですよ。ね、テレビメディアっていうのは違います。ドンと出されて発信者が受信者にバイアスをかけようと思ったら、このまんまの姿で放送が終わるまで見せ続けることができますんで、それがね、ある角度から丸いなんて想像もつかないんですよ。ましてやそれがこういったつぶつぶがたくさん集まった要素でできているってことも想像できないんですよね。さあ、それで3つ目の受信力の要素ですけども、どのように解釈するかってことですよね。当然ですけども、何を見るかが違えばこの3つ目の受信力にたどり着きませんし、どこから見るかっていうところが働かなければその3つ目の解釈にも行き届きませんよね。ですんで私の解釈っていうのは多くの方が思いもしないような解釈になってくるのかなと思うんですよ。で、最後にですね、一つの実例を取って申し上げます。私今ね、子育ての方に参加してるんですけども、子育てってだんだんハードになっていくって私は考えてるんですよ。でも多くの方はね、多分子育てっていうのはだんだん楽になっていくって考えてませんかね。それはそうですよね。赤ちゃん生まれてきて最初はわーんと泣いたらどうすればいいのかおろおろしちゃうとかね、おしめを変えたりとか食事の時間も考えないといけないっていうことを考えると手間がかかりそうですよね。で子供が自立するに従って自分でおトイレも行けるし、自分でも着替えることもできるし、自分でいろんなことを考えて何を食べるかどこに行くかとかね、どういうふうに危険を回避するかって一人一人自分で分かるようになってきたら手が離れたみたいな、楽になったっていうふうに勘違いするんですけども、違うんですよね。私はそうは考えないんですよ。自分の制御できる体格とかね、自分の制御できる欲求とかね、例えば赤ちゃんの欲求ってなんか食べたいとかね、食べたいとかミルク飲みたいとかね、それからおむつ替えてくださいとかね、それから暑いです寒いですとかね、眠いですとかね、ちょっと抱っこしてくださいって、まあ言ってみればこのぐらいしかないんですよ。このぐらいしか。だから5つの欲求に応えていけばいいんで、簡単だという見方もできるんですよね。でそれがいつ起きるか分かんないから、時間的には割とこうね突発的なことが多いんで手がかかるっていうふうに考えられちゃいますけども、でもね、じゃあ自分の子供が15歳になりました、20歳になりました、30歳になりました、どこで何をやってるか分かんない、そして最終的な結果責任だけ親に求められていくってことを考えたら、年齢が上がれば上がるほど実はすごく手間がかかって、不特定多数だから不確定要素がすごく増えていくとかね、どっかで借金作るかもしれませんし、どっかで事故を起こすかもしれませんし、どっかで人に迷惑をかけるかもしれないってことを考えると、成長していった方がむちゃくちゃ自分の手を取られるっていうふうに考えることもできるんですよ。だからそう考えていくことっていうのは多分私ぐらいなんじゃないかなと思うんですよ。子育てってのは時間が経てば経つほど、手間がかかる、厄介になっていくって考えですよね。でも多くの方は子育ては時が経てば経つほど自分がいなくても自立してやっていくから楽になりますよねって考えちゃうのかなと思うんですよね。だからここの考え方も受信力の一部なんですよね。私が受信しているものは、そういうことなんですよ。子育てってのは時間が経てば経つほど自分の思い通りにならないところが増えていって、ものすごくね、振り回されるところが多いんじゃないかなってことを今から覚悟してるんですよね。そう考えると今の場合まだ生後数日とかね、1週間とか10日ですから、この一つの部屋の中が全てなんですよ、我が子がね。自分の部屋の中1個で制御できますんで、私は家から一歩も出ることなく子育てをコンプリート、今の時代だったらできるんですよね。でもこれが5歳とか10歳になってきたら、とてもじゃないけど自分の部屋だけで、自分の家だけで子育ては完結できませんので、多くの方に関わったりとか、ご近所とか地域とか、もしかしたら別の地域ってものも必要になってきますし、保育園とか幼稚園とか学校っていう組織も抱えていかないといけないんで、ほら結構負担増えるように見えませんか？だから時が経てば経つほど子育てはやること増えてくるんで、お金もかかりますしね。今が一番お金がかかってない時だと思います。出産した直後が一番お金かかってなくて、これから塾に行ったり、どっかで遊びに行ったりとか、小遣いくれって言ったり、どっかでガラス窓を割ったりとかすれば、それはどんどんお金がかかっていって、20歳ぐらいになったら車を買ってくれって言われるかもしれないですよね。マンションの入居費もかからないといけないと思いますから、実はお金も手間も生まれた直後が一番かからないと私は解釈してるんですけども、皆さんの受信力では生まれた直後が一番お金がかかるっていうふうに思ってませんかね。やっぱりそうではないと思うんですよ。冷静に考えたら確かに小学校、中学校、高校の方がお金かかるよねとか、手間がかかるよねってことが分かると思うんですけども、感覚的には成長するに従って親の手が空くっていうふうに考えちゃうんではないかなと思うんですけどもね、いかがでしょうか。では今回の受信力の定義は以上です。何を見るか、どこから見るか、どう解釈するか、この3つを掛け合わせて私は受信力と呼んでおります。それでは以上です。失礼します。